本宮第二中学校体育館の引き渡しができますこと、本当に嬉しく思うものであります。そうですね、震災の時がちょうど、卒業式だったということで、時間がずれてれば卒業式の最中とかに、ね、もし震災が来たらば怪我人とかも、ね、たくさん出ただろうということで、それだけが本当に不幸中の幸いだったと。ただやっぱり傾いた校舎とかこうひびの割れた校舎とか体育館とかを見てみると、これからどうなるのかなということで、非常にやっぱり最初は途方に暮れるというか、どうしたらいいのかなって、そういう思いが強かったんですけども、でもやっぱり学校っていうのは子どもたちにとってかけがえのない場所であると、そういったところの認識で、とにかく市の方とやり取りをして早くその学校の場所を決めようということで、新井地区公民館で3ヶ月、あとは校庭に建てたプレハブの方で、1年5ヶ月ですか、生活をしてきたんですけども、やはり子どもたちは本当によく頑張ってくれたと思います。